アルコール依存症、アルコール依存症、アルコール依存症、アルコール依存使用、アルコール使用障害とは、薬物依存症の一種で、飲酒など、アルコール、特にエタノールの摂取、以下、飲酒とするによって得られる精神的、肉体的な薬理作用に強くとらわれ、自らの意志で飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す、精神障害である。以前は、 慢性アルコール中毒、アル中、慢性酒性中毒などと呼ばれていたこともある。症状は精神的依存と身体的依存から成り立っており、飲酒が自分の意思でコントロールできなくなる症状を精神的依存、新鮮専門などの体悪症状、アルコール離脱症候群、リバウンドとも言うを身体的依存という、患者はアルコールによって 自らの体を壊してしまうのをはじめ、家族に迷惑をかけたり、様々な事件や事故、問題を引き起こしたりして、社会的、人間信用を失ったりすることがある、アルコール乱用。かつては、このような状態になってしまうのは、本人の意志が弱く、道徳観念や、人間性が欠けているからだとの考え方で済まされて、納得されてきていたが、最近では、 社会的な必要性からも医学のカバーする範囲がより拡大されていくことに伴って医学的検知から精神障害の一つとして治療を促す対象と考えられている。世界保健機関はアルコール乱用依存の未治療率は78.1%であると推定している2004年精神疾患の中でも罹患率が高く 各人の性格や意志に関かかわらず、誰でもかかる可能性がある病気であるとも言える。日本の飲酒人口は60000人程度と言われているが、この内アルコール依存症の患者は230万人程度であると言われている。なお、この230万人という人数は、風の算出方法により割り出されたものである。ICD の診断基準においては、 セルフコントロール喪失、離脱症状、体制、飲酒中心の生活が挙げられている。アルコール依存症の患者は、心身に多くの疾患を抱える危険性を持っている。逆に、他の精神障害がアルコール依存症を誘発することがわかっている。身体的疾患はアルコールにより引き起こされているものなので、酒を断つことにより回復するケースもある。 しかし数日単位での回復は無理で、数ヶ月から長い場合では、数年ほど回復に期間がかることが多い。また、脳や体に不可逆的にダメージを受けある程度以上は、治癒しないケースもある。アルコール依存からの離脱は、適切な管理を伴わなければ、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系といった、催眠鎮静薬と同様、致命的となる可能性がある。 アルコールの主な作用は、ギャバ受容体への刺激を増加させ、中枢神経の抑制を促すことである。アルコールの大量消費を繰り返すと、この受容体は感度が減少し、また数が減る。そのために薬物体制と身体依存が起こる。アルコールを急速に断種すると、中枢神経系はシナプス発火のコントロールを失う。これによって不安。 致命的な発しさ、心腺、洗毛、幻覚、心不全などを招く。その他の中枢神経系では、主にドーパミン、ムダ、グルタミン酸が関係している。急性離脱症状は、1から3週間ほど続くことが多い。重篤ではない症状、不眠、不安、無快感症は、千円性離脱症候群として1年、またそれ以上の断種により、徐々に改善されていく。 離脱症状は体と中枢神経系がアルコール体制とギャバ機能について正常に向かって復元されるまで続く。通常は飲酒行動を主にアルコールによって得られる肉体的、精神的変容に求めることが多いが、初めの頃は毎日飲むわけではなく、何かの機械に時々飲むだけという機械飲酒から始まる。しかし、何らかの原因で毎日飲む。 習慣性飲酒に移行することも多く、習慣性飲酒となると同じ量の飲酒では、同じように酔うことができなくなり、次第に飲酒量が増えていくことになる体制の形。つまり、アルコール依存症になることはこの習慣性飲酒と深い関係があるということになる。もちろん、習慣性飲酒をするものすべてがアルコール依存症患者であるとは言えないが、何らかのきっかけがあれば、 さらに飲酒量が増え、いつの間にか依存症に陥ってしまうという危険性は十分はらんでいると言える。一見すると本人が自分の判断で好んで飲酒しているように見え、患者自身も好きで飲酒していると錯誤している場合が多い。そのため患者にアルコール依存症のことを告げると自分は違うなと激しく拒絶をされることも多々あり、否認の病気とも言われている。しかし、 依存が重度になると男子によって、肉体的、精神的に離脱症状、禁断症状が出るため、楽しむためではなく、離脱症状を避ける目的で飲酒を繰り返すことになる。このような状態に陥ってしまうと、もはや自分の意志だけで酒を断つことが極めて困難となる、セルフコントロールの喪失。また、アルコール依存症の形成を助長するものとして、 アルコール依存症になる人の周囲には、逆代になりうる小遣いを提供したり、過度の飲酒で生じる、社会的な数々の不始末、他人に迷惑をかけ、物品を壊す、等に対して本人になりかわり謝罪したり、飲酒している本人の尻拭いをする家族など、イネーブラーが存在することが多い。イネーブラーは飲酒している当人の反省を必要とさせず、 延々と過度に飲酒することを可能にしてしまうとされる。逆に、一切のイネーブラーがいなくなったり、医師から死を宣告されたりしたことをきっかけに、本人が底つき体験、どん底体験とのターニングポイントとも呼んだりする。このままでは大変なことになるという意識の発生をし、それをきっかけに、アルコール依存症から立ち直ることがある、セルフコントロール不能のアクセプタンス。さらに、 アルコール依存症者の配偶者などには、アルコール依存症者に必要とされることを必要とする、共依存の状態に陥っている人もいる。そのため、アルコール依存症者本人以外の家族も問題となっている可能性もあり、アルコール依存症者本人の治療だけでなく、その配偶者などに対しても正しいカウンセリングなどが必要となるウスもある。この他にも、 アルコール依存症患者の症状及びその周囲を取り巻く社会への影響から、この病気は次のような特徴を持っている。女性は男性に比べ一般的に体が小さいこと、体内の水分率が男性より低いこと、女性ホルモンはアルコール代謝を阻害する要因となることなどから、同じ量のアルコールを摂取しても男性の二倍薬影響が出ると言われている。アルコール依存症患者は、 飲酒歴が長期にわたっているのが特徴であるが、女性の場合短期の飲酒歴でかつ飲酒量が比較的量でも急速にアルコール依存症となってしまう危険がある。ギリシャ語で酒に酔わないというところからアルコール依存症になった女性をアメシストと呼ぶこともある。一説によると、週刊飲酒からアルコール依存症への進行の期間は男性で約10年、女性では 約6年であるとも言われている。診断スケールには以下のものがある。軽度依存、サドックスコア15以下の場合、大抵離脱支援は必要としない。中度依存、サドックスコア15から30の場合は、離脱支援が必要であるが、他にリスクがなければ、外来で治療できる。重度依存、サドックスコア30以上の場合は、大抵は入院治療が必要となる。 飲酒をやめて、短時間で手が震えるなど新鮮が起こる場合には、身体依存が形成されており、その数日後には、アルコール離脱症候群は、最大となり、この際に、新鮮専門に至ると死亡の危険性がある。こうした場合には、離脱症状の医学的な管理が必要であり、飲酒をやめないままアルコール外来などを受診することになる。精神科において、 自助グループへの参加を奨励するとともに、講習剤の使用により、アルコール摂取を禁止し、治療を進める病院が多い。地元の都道府県の精神保健福祉センターや最寄りの保健所では、アルコール依存症に関する無料相談を受けており、専門の病院を紹介することもある。英国国立医療技術評価機構は、軽度のアルコール依存の場合は、心理療法を提供する。 その場合は、認知行動療法では、週1回60分のセッションを12週、行動療法では、週1回60分のセッションを12週行うと、される。またナイスは、中重度のアルコール依存の場合は、離脱後にアカンプロサートもしくはナルトレキソンの投薬と、個人精神療法、認知行動療法、行動療法、社会ネットワーク、環境ベース療法を組み合わせるとしている。 ジスルフィラムはそれら薬物のセカンドラインとして提案している。アルコール依存症の治療でまず肝心なことは本人の認識である。多くのケースでは依存を認めてしまうと飲酒ができなくなるため患者は自分がアルコール依存症であることを認めたがらない。何よりもまず本人に疾患の自覚、病識と治療の意思を持たせることが大切であり、回復への 第一歩となる。アルコール依存症の人の過剰な飲酒は、意志が弱いから、道徳感が低いからと言われたり、不幸な心理的、社会的問題が原因であると考えられがちだが、実際はそうではなく、多くの場合この病気の結果であることが多い。つまり、アルコールによって、病的な変化が体や精神に生じ、そのために過剰な飲酒行動が起こるということである。 このことをまず本人や周囲のものが理解し認めることがこの病気から回復する上での欠かせない第一歩となる。しかし援助者は治療という名目で処罰を与えてはならない。ただ一度アルコール依存症になってしまうと治療は難しく根本的な治療法と言えるものは現在のところ断子しかない。しかし本人の意思だけでは解決することが難しいため 周囲の理解や協力が求められる。重度の場合は入院治療が必要な場合もある。しかし感知することはない不治の疾患とも呼ばれることがあり、断死をして何年、十何年と長期間経過した後でも、たった一口酒を飲んだだけで、遅かれ早かれまた以前の状態に逆戻りしてしまうケースが多い。そのため、治療によって回復した場合であっても、 アルコール依存症者が一生涯断酒を続けることは大変な努力を要する。急性期のアルコール離脱症候群の管理には、ベンゾジアゼピン、クロルジアゼポキシドやジアゼパム、カルバマゼピンが用いられる。ナイスは、クロメチアゾールも選択肢の一つであるが、入院患者に限って注意深く使用すべきであり、乱用リスクがあるため外来では処方してはならないとしている。 新鮮専門の管理には、ロラゼパムが第一選択肢である。抗精神病薬は、精神病症状が出ている期間に限って使用できる。また外来治療の場合、オーバードーズや転用リスクがあるため、常に2日分以上の薬を患者が保持しないよう処方すべきである。治療法は、現在のところ断種、断種によって、社会性を再獲得する、以外にない。しかし、 依存性薬物であるアルコールを断つことは、並大抵の努力ではなく、一生涯これを続けることは想像以上の困難、または精神的苦痛を伴う。このため、男子をサポートする様々な試みがなされている。すべてのアルコール乱用者には、すべからく自助グループ、例えば、アルコホーリクスアノニマスやなど、の情報提供を行うべきであり、かつそれらに参加を支援。 奨励されるべきである。また、ストレス解消のために飲酒がなされることもあることから、飲酒に代わるストレスコーピングの方法、ストレス管理、リラクゼーションを、参照を身につけるための支援、サポーの必要性も示唆される。ウェルニッケの応酬防止のため、チアミン 100mg を毎日摂取する。アセトアルデヒドデヒドロゲナーゼ、アセトアルデヒド脱水素酵素の働きを阻害する。 薬品で、服用すると飲酒時に、血中の汗とアルデヒドの濃度が高まるため、不快感で、多量の飲酒ができなくなる。つまり、少量の飲酒で悪酔いさせる薬であり、飲酒欲求そのものを抑える薬ではない。講酒剤を飲んで、大量飲酒をすると命に関わる危険があるため、医師の指導のもと、本人への十分な説明と断酒の決意を行った、上での服用が必須である。 アルコール依存者に知られぬよう密かに投与するようなことは厳禁である。抗取材とは別に飲酒欲求そのものを抑制する薬剤物質としてのアカンプロサート商品名レグテクトが2013年から日本でも使用され始めた。服用に際しては自助グループや精神療法との併用が効果的で望ましい。アルコール依存では その他の抗生死薬依存治療も必要なことがある。患者に最も多く共通した依存は、ベンゾジアゼピン依存症であり、研究では10から20%のアルコール依存患者が、ベンゾジアゼピラン用を併発していた。ベンゾジアゼピン系はアルコールへの欲求を増加させ、また、飲酒量を増やす。ベンゾジアゼピン依存は、ベンゾジアゼピン離脱症候群や、 その他の健康問題を避けるために注意心原薬を行う必要がある。その他の鎮静催眠薬への依存、ゾルピデムやゾピクロン、オピエートや違法薬物などもアルコール依存症では一般的である。アルコールは鎮静催眠薬であり、バルビツール酸、ベンゾジアゼピン、非ベンゾジアゼピン系など、他の鎮静催眠剤と交差体制がある。 催眠鎮静薬からの離脱は医学的に重症であり、慎重な管理なしでは精神病、または発作の危険性がある。風は2010年に世界のアルコール依存患者は2億800万人、15歳以上人口の4.1%だと推定している。米国の患者数は200万人と推定され、毎年8.8万人の死者を出している。英国では、 成人人口の24%以上が危険な飲酒パターンにあるとされ、成人の4%はアルコール依存、男性6%、女性2%であるが、しかし年間約6%しか治療につながっていない。労働者のアルコール依存による労働時間一出は、英国では年間およそ110万日、12億ポンドに上ると推定されている。日本では、 2003年の精神科病院におけるアルコール使用による精神及び行動の障害による入院患者数は2751人であった。アルコール依存による生活保護受給者は1万人ほど、平均年齢は57歳であった2015年。2002年に米国国立アルコール乱用依存症研究所は、 アルコール依存症の会合に参加する4422人のグループに対して調査を行った。結果、1年後には一部の人々は低リスクの飲酒を行っていると著者は判断したが、未だ25.5%のグループは治療を受けていた。詳細は25%は未だ依存のまま、27.3%はいくつか症状が残っており部分寛解。 11.8%は症状が現れることなく飲酒を続けている飲酒は再発可能性を増加させる35.9%完全回復17.7%は低リスク飲酒者18.2%は男酒。フランスやスウェーデンなど複数の先進国においては企業がアルコール飲料をテレビ CM によって 販売促進することを法律によって禁止している。北欧諸国ではアルコールは国営企業による専売性である。なお、種類の自動販売機は日本にしか存在しない。ベラルーシではアルコール依存症が社会問題になっており、2010年の風の統計によるとアルコール依存症患者の割合は、 全国民中11%と統計の対象となる190カ国中1い、偏差値にして102.1という深刻な状況にあった。アルコール依存症による無業者が問題となっていたため、2015年には少なくとも半年間職に就かず、納税していない国民に罰金を課す新たな法令成立した。罰金は少なくとも252ドル、約3万円で、 支払わない場合は拘束され、れ地域社会での奉仕活動が命じられる。日本では2014年1月にアルコール健康障害対策基本法が成立し、国及び、都道府県はアルコール問題への対策計画を策定することが求められることとなった12、14条。また国民はアルコール関連問題、アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる。 飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払う、よう努めなければならないとされた、7条。11月10日から16日までが、アルコール関連問題啓発週間と定められている、10条。臨床ガイドライン。国際機関、政府機関、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。